どうも、としん TV、伊藤慎吾です。イェイ今回は、中飛車ミレニアムという作戦を思いついたので、そちらの講座をやっていきたいと思います。えー、下が中飛車ミレニアム側で、上が居飛車穴子を目指していく将棋となります。それでは早速、始めていきましょうはい、それでは初手から解説をしていきたいと思います。え、まず、7六歩とつきまして、3四歩、 六と振り飛車を目指していきます8四歩6八銀8五歩7七,七角とまあこれはどの振り飛車でも一緒ですねでこのあと6二銀から囲い合いの将棋になります5四歩突いて5八飛車ですね4二玉4八玉3二玉3八玉とお互いに飛車と。 離して玉を囲っていきます。えー、この局面で5 2金右と上がりまして、えー、1 6と一回ついていきます。ここで受けて5 7銀と上がるのが中飛車ミレニアムの第一歩ですね。これに対して5 3銀と玉系の整備を進めていきます。 4六銀に対して4 4歩と受けてきますこれに対して5 5歩とついていく手もあるんですけれどもこれに対しては4三金と上がって一応大丈夫な形ですここでも囲いを急いでいきます5九金左4三金4八金左3三角3六歩2二玉と寄ったところで 22玉に対して37 k と跳ねていきますこれちょっとね見慣れない方もいると思うんですけどもこれが中尾車ミレニアムの第一歩ですえここで32金と相手の方は好なく駒組を進めてきましてこの時普通は28玉から38銀と三河鯉に囲っていくんですが中尾車ミレニアムでは29玉と引きますそれに対して 居飛車は穴熊を目指していきます。ここで、ミレニアムといっても、3八金上がるの駒組みはあるんですが、今回は2、2八銀の駒組みを解説していきたいと思います。1一玉に対して3、3九金、2二銀、3八金寄るとします。この形が中飛車ミレニアム完成の図です。えー、この局面で、居飛車の 手はいくつかあるので、3パターン解説していきたいと思います。まずは4、4二銀と引く手ですね。これに対しては5、5五歩、同歩、同銀と進めていきます。これに対して7、7四歩と桂馬の活用を急ぐ手に対しては6、6五歩と突く手が気持ちの良い一着で、 飛車角銀が使いやすくなりますね。7三桂に対しては、5四銀とぶつけていく感じで、中飛車が十分だと思います。次に、7四歩と、7二飛車や7三桂を目指した一着に対しては、5五歩と、やはりついていきます。同歩に対して、同銀と取りますと、 5四歩4六銀で一回お休みになりますのでここは5五同銀ではなく6五歩とついていく手がうまい一着ですね。これに対して8六歩のような手には5五角と飛び出していく手が気持ちの良い一着です。 そこ,こで居飛車は5 4銀と銀の力で受けてくるんですが5 5銀と進出していって銅銀銅角と進めていきますこれで飛車取りですね9 2飛車と寄りますと少し元気がないので5 2飛車と回って対応してきますここで9 1角なりに対しては 後8射なりと下をすぬかれてしまいますのでここでうまい手がありますね4-1銀と打っていきます4-2射に対しては3-2銀なりと金を取ってから9-1角なりと強者を取って優勢の局面になります最後に8-4射と浮く手を解説していきたいと思います この手は、隙なく駒組みを進めていく狙いです。これに対しては、26と一回突きまして、74飛車と、7筋の歩を狙ってきますが、ここで、55歩と突いていきます。76飛車に対しては、54歩と取り込みまして、同銀、55歩と、 打って銀を捕まえることができますますた5五歩に対して同歩には同飛車が狙いの一着で5四銀に8五飛車と回る手がありますね。8四歩の受けには7五歩と切り返す手が良いかと思います。ここで 8六飛車と引いてしまうと4二角と引いて飛車を狙われてしまうので注意が必要です7五歩と切り返しまして6四飛車にはそこで初めて8六飛車と引く手がありますまた8五歩7四歩と飛車交換をする手が居飛車にとって自然な手なんですけれども 7四歩と手を戻すと、8二飛車と打ち込んでいく手が、金取り、軽取りで非常に厳しい狙いです。これに対して、3一金には、8一飛車成としておきまして、先に軽読を果たすことができます。7九飛車に対しては、1五歩、同歩、1三歩、同香、 2 5 k と跳ねていって、龍と桂馬、持ち駒の桂馬という駒で、端攻めと横からの攻めで攻略できそうです。はい。中飛車ミレニアムの講座、いかがでしたか中飛車ミレニアムは、居飛車穴熊に硬さ負けしない戦法なので、ぜひぜひ皆さんも使ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。また見てください。 バイバイ。チャンネル登録して、次の動画もチェック